こんばんは。どうも。なんかめっちゃ舐めてる。ちょっと今日なんかこういう角度ですけど、なんかいや良くないな、気になるな。確かに髪染めたんだけど、黒着てて多分背景が白いからなんかめちゃくちゃ明るく見えるけど、でも明るいかも。日に日に色が明るくなるんですけどね、なってますね明らかに。多分めっちゃ質問来ると思ったんで、もうここに書いておきました。昨日より明るいね、昨日より明るいかも。インスタの写真いつのって、ポップコーンのやつかな。ポップコーンは2ヶ月前くらいですかねの写真ですね。まだそうそうそう、黒髪版のレナパの髪型してるやつです。はい、私今日カラオケ配信したかったんです。本当にカラオケしたいからカラオケしようと思って配信しに来たんですけど、私コード持ってなくてタイプ C になって、イヤホンがないんですよ。ないですよね、ついてこないよね確か。そう、それでイヤホンなくて、もう普通にマジで5分前まで配信で歌う気満々だったのに、直前になってないやんと思って、あ、これ無理じゃん、刺さんないじゃんと思って、ショッキング、悲しいです。はい、悲しいよ。買わないと、コード買わないとですね。アカペラ、アカペラで何歌う？三角チョコパイの季節、三角チョコパイの季節。最近のブームはこれです。三角チョコパイの季節をちょっと気づいたら口ずさむことが多いですね。何でも歌っていいんじゃないか、そう。これです。なんでこれなんだろう、え、わかんない、すごい頭に残ってて。チョコは食べました、三角チョコパイは食べました。頭残るよねあれ。三角チョコパイの季節、知らないって、え、嘘。CM 流れてるよ結構。あれめっちゃ、どうしよう、めっちゃ音が入っちゃってんだけど、すごく耳なじみが私の耳にフィットしちゃった。タワーが来た。リカちゃん TGCT 最善にいるから見つけてほしいな。おお、すごい、最善宣言、すごい。見つけます。明日は TGCT に出演します、アンデイムとして。はい、今日はそのリハーサルをしてきました。はい、そうです。YouTube の配信、あ、そうもあります。YouTube と TikTok もですかね。稲妻イレブンの歌といえばどっちだろう。イエーイイエーイ、勝手な子ぜ、いや、つながりよ広がりよ、こっちかな。稲妻イレブンの、すごいね、私最近プレイリストに稲妻イレブンの曲入れたとこなんです。先週もね、ハ
ん食べてるのにみたいなやつだよね。おでんガール、おでんボーイ、あれ合ってる。おでんの歌懐かしい、懐かしい。めっちゃ見てたな、イナズマイレブン。何でも歌える。確かにアカペラだからね。マジで感謝ね、あ大好き、感謝も好き、マジで感謝ね、いい歌。歌詞見ないと歌えないんだけどね、あの稲妻イレブンの歌は。うん、ワンピースで一番好きなオープニングテーマ、今あれなんですよ、さあ行こう立ち止まることなくってやつ。うーん辛い、白ひげが今ちょうどちょっと思い出しちゃう。そうちょうど白ひげが今くさってところで、もうちょっと昨日はすごい辛かったです。スラムダンクはなんだろう、なんでも好きよ、なんでも好きよって曲にねあんまりない。ワンピースの歌、いい歌多い。ヒロアカ、ヒロアカはヒロアカ曲飛ばしちゃったな、ザーって見ちゃった。ヒロアカ6期まで、なんで稲妻イレブン、そうなんでだろう、おすすめじゃないけどね出てきて、えっと思って、稲妻イレブンだと思って、そうそうそう。でもそう今は三角チョコパイの季節。確かに僕体ね、僕体の煽りね、僕体の煽りやばい。僕体は多分大丈夫なんですけど、本編は大丈夫な気がしてきた。いや本編最後の曲がちょっとやばいかもしれない、違う意味で。あれやばいな。ユニットはいける気がしてきた。でも怖いな、いけるかな、いけるかな。あ、今日はゾロの誕生日です。そう今日はゾロの誕生日、ポッキーの日。ポッキーは食べませんでした。うん、そう思った。まだお誕生日なんだね、ショールーム。なんだっけ、前後3日間ぐらいだったっけ、このパーティールームみたいな雰囲気なのは確か。ありがとう。誕生日でした。バズリズム良かったよって、昨日のやつかな、ありがとう見てくれて。でもあれ撮った時まだ先月撮って、そうそうそう、いつ撮ったのって、武道館のリハ期間に撮りました。そうそうそう、喉だから大丈夫じゃなかったんですよね割と。だからやばい、怖くて放送を見てないです。私は喉ダメだったの本当に。そう全然あれだったんですけど、そうそうそうね。喉大変だった。もうすっかりすっかりあの頃の喉はなくなって、今は本当に見ての通り、聞いての通りか聞いての通り、はい、しっかり出せるようになりました。そうね、ヒロアカどこまで読んだのだって、まだ進んでないわ、34巻で終わってる。
読まなきゃと思ってたんだった忘れてたと思って、うん。そうそう、ドボン当たんなくて悲しいって。ドボン結構ね、なんか当たる人には当たるんですけどね、なんかお強いファンの方にもめちゃ当たる、あの他のメンバーのファンの他のメンバーの多分もうなんかドボンオブザイヤーみたいな、なんかもう称号が絶対この人めっちゃ強い人やんっていう人には結構当たるんですけどね。そう、あれなんだろうね、世界線合ってるってぐらい、そう合わない人には合わないんですよね。合わない人に合わないっていうか会えないよね。なんかいっぱいやってくれてる、そうなの、なんなのってぐらいめちゃめちゃね、ルームが3つぐらいあって、なんか違うんじゃないかと思うくらい、あのなんかなんとなくってくらい会えないけど、でも今日もなんか久しぶりに会えたりした方もいたので、そんなこともないのかな。今日久しぶりに会ったよって人急にライブみたい、会ったよって人会いました、いるかな。でもね、うん、いたんですよ、多分久しぶりに会ったなって。そうそうそういないんだけどコメント欄にいない。でも今日結構会えた気、なるカードの人と結構会えた気がする、割と。そう、割と会えたんですよ、うん。あー、メンバーもね、確かにこのメンバーによく当たりますとかもみんな言うもんねあ、ホーコンが映像走行で流れてるの？そうなの？そう、流れるって聞いた、聞いたっていうかなんか見た気がする。もう流れてるんだ、いやーん、映像倉庫で見れるそうです。いつでも見れるようになったんだ。あん時なんかね、もうあれ期間限定だから早くみんないっぱい見てねって言ってたけど、さすが映像倉庫、何でも倉庫に行きますから、うんね、よかった、見れるなら。ね、倉庫だからね、倉庫ですから、映像倉庫って言ってますから、そらいつでも見れないとね、倉庫って名乗れないからね、倉庫言ってるからにはね、いつでも見れてくれっていうみんな大好き映像倉庫映像倉庫は数年前に見たんですけど、それっきり見てないからどういう仕様になってるかもう忘れちゃったよ、言うて、はい YouTube のワンピース無料のやつ見てる、いやもうネットフリで見てるから全然追い越されてる。もうシャボンディショットをやってたよね、ずっと流れてるやつだよね。そうそう今15分って流れた？あれ15分ですか？お、15分なんだ。へえ、体感もうちょっといってると思ってた。意外と、うん、15分でした。15分経過しました。お、あ、そうですかっていうね。はあ、そう、ちょっとあれだ。歌えないから悲しいんだった。そうそう悲しかったの。あのなんか変換の持ってたんですけど、タイプ C からイヤホンジャックになるやつ、あのなんだろう
なんだブスって刺すやつあのなんて言うだろう、さらに前のタイプのやつだ。タイプ C からそれになるやつは謎に持ってた。でも私が持ってるイヤホンの あれはあの iPhone のタイプのやつなのね。んだからそれなの。うまく変換いかなかったそれを変換アダプト、それを見つけたのに、そう結局先っちょ合わないやないかいって、噛み合ってないってなってダメでした。悲しいです。うん、普通のイヤホンを持ってなかった。そう、あ、編集用イヤホン使えないのか。あー、使えない。あれは300円なんだ。あれ300円なんだよ。マイク機能ついてんのかなあれ音質すっごい悪いんだよあれ。そうそう、それも変えたいんだった。300円のイヤホンで編集してるんです私今。そうそうそう、あのね、可愛いんだけどね、クマがついてて可愛いんだけど音質はね、そうなの、音質はね300円なんだよ。だからそんな安いの違うの、それもそうなの。なんかとりあえず買おうってとりあえず買ったやつでずっと使ってるんだけど、マジで300円なんだよね、ずっと。あれ買わなきゃ。そうなのよでも全然使える、全然いいんだけど、確かにそれは差し込み口合うなって今思ったけど、カラオケってなったらもっと大変そう。使ってみようって、やだよ絶対やばいぜ。そうだよどんな音になるってか、歌えんのかな。マイク機能ってさ、つかないと歌えないのかな、イヤホンって。よくわからんけど、あれどうやって300円だよ。え、マイクっていうあれはない、え、あるっけ、どんな音質って。本当に遠いのよ、音が音が遠いんだよ。そうそうそう え、これやってみる流れなの、クマ確かに、まあ、でちょっと気にはなるよね、そこまで自分で言ったからには。ちょっと待って、パソコン、あっちだ、ああるのか恥ずかしいんだけど、300円のイヤホン持ってきた。でも可愛いから買ったんだけどね、実物を見ますか。こちらになります。めっちゃ可愛いんだけどね、可愛いんだけど。そう、ナルタオで動画出すときはあのいつもクマなんで、私クマでやってるんですけど、そうだからクマがついてて、あ、いいなって思って買ったんですよ。まあ安いなとは思ったんですけどね、300円で、うん、これでずっと編集してる。自分が編集するようになってからこれで全部やってます。ちょっと待ってくださいね、待ってんのかな、できんのかな。絶対音やばいんだけど、え、いけるのかしら。刺さるな、刺さった。え、絶対やばいよマイク機能あんのかな。いや、なんかさ、
これそれっぽいよね。いや待っていけそうだけどすっごいちょっと乗り気じゃないんだよな気持ち。半分気になるけど半分乗り気じゃないっていうすっごい難しい感情になっています。いやできんのか、思わぬ視点。よく覚えてたねこのクマのこと。みんなちょこちょこしかこのクマの登場させてないけど、え、いけんのかな。ちょっとぶっ刺してみますか。あ、待って、いけそうじゃねこれ。どうなん。歌唱スタートできませんって書いてある。やっぱダメだった300円、やっぱり300円だった。ダメだ、みんな残念。マイク付きのイヤホンにしてくれって。やっぱマイクが付いてないんだ。イヤホンはイヤホンでも300円はここまででした。すごいちょっと夢を見させてくれたけど、でもなんかあ、いけるのかみたいな。嘘。なんで300円だったなこれ。そうか。もう一回やってみる、もう一回やってみる。ダメだ、ダメですね。もう一回。ダメだ、ダメでした。マイクじゃなかったんだこれ。ダメでしたね。これやっぱ編集の時に使います。使うんかい、使います。でもカラオケ用にほんと欲しいね。ちょっと手に入れておきます、自分のためにも。自分のためにあーあー、落ちた落ちた。よいしょ。はい、失敗しましたね。あ、コンビニにあるんだ。へえ、コンビニにあるってすごいやん。今日はもう諦めよう。うん、いや、そうあれだよね、ワイヤレスだとなんか遅れるって聞いて、やったことないけど、だからコード付きじゃないとなんだよね。普段はそう、もうワイヤレスばっかなんで、基本的にあんま考えてなかった、そのことを。うんねえ。うんうん、次までには買っておきます。三角チョコパイの歌ならいつでも歌う。うん、三角チョコパイの季節、三角チョコパイの季節、これだけなら歌える。うん、無限三角チョコパイの季節。三角チョコパイって年中は売ってないもんね、確かに。旅しか知らないのって、うん、ね、めっちゃ悲しい、本当に悲しいから、ちょっとまたかい、あんたまたかい、あんたまたかいシリーズ やってもいいんですけど、これ開けたことないのかな。ワンボックスあったけど、一回開けたのかな。10、15、あ、全く開けてないやつだ。
全く開けてないのがありました。ちょっと今すいません、なんか左手にちょっとすぐそこにあって、うん、これはもう開けていいってことですかね。これも開けるしかないってことですかね。カードの保管はちゃんとしてます。全部スリーブに入れてとりあえず保管してはいます。はい、今日も開けていきたいと思いますもうこれはね、ファンの方にいただいたプレゼントに届いてたあのカードになります。いきます。もう最近確かにこの配信がメインかもしれない。もう最近全然カラオケしなくなったよね。一面ですね、一面が出ています。チョパエモン、うん、もったいないからの小鳥、そして勝者だけが正義だ、はいですね。こんな感じで今日も開けることになりました。あ、うまく開けられたじゃーん、へそ、ステリーめっちゃ出てくる、絶対出てくる、あと5枚ぐらい出てきそう。じゃん、あ、ルフィ今日早いからのベルゴおもろすぎるやろ、もう結構好きかもしれない、ルフィ、はいねえ、今度コレクション見せますねって言っても全部開封は全部この配信でやってきたのであれですけど、もう中身はもうみんな知ってるっていうかねと思うんですけど、ホーキンス、おちょぱえもん、ベラミー、ベビーファイズ、ビオラ、あ、そしてじゃん、お、初めて見たかも、ピーカだ、ピーカもおもろかったっていうかね、でも怖かった、もこれどうやって勝つとかどういうことみたいなとこではありましたよね、ピーカ戦は。マジで声高い、そうそうそう、じゃん、うわー、マジで本当チャルロッセも本当にレギュラーメンバーうーん、ネキチいいキャラだな。お、キッド、ちょっとキラキラキッドですね。ほう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 、楽しい楽しいね。今日はまだ時間に余裕があると思ってはいます。今回は確かにゾロが出たらね、ゾロの誕生日だしね、これもよく出るよね、白馬、うんうん、ロビン、うんうん、チャカね、お、なんかピーカの強そうなのが出たさっき、あ、さっきと一緒、一緒じゃないよね、一緒一緒だっけ、こんなカードでしたっけ、ちょっと違うか、ちょっと違う、なんかピーカがめっちゃ出た、両方ともね、すごいって感じです、はい、でした。確かに、うーん、次いきます、雷、じゃんじゃんじゃん、最後はじゃん、ベビーファイブ、ほもほも、ふむ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 ですね、よいしょ、もったいない、パガヤ、うん。
からのパエロからのベッポ、ベッポだ。ベッポも嬉しい、かわいい、かわいい。ベッポ、ベッポ見に行かなきゃ。あれだあれあれ、映画行きたいんだよ。ワンピースの映画も見に行きたいんだよね。ベッポを見に。歌ファンのベポーみたいだけ。じゃーん、じゃーん、キュイ。これもよく出てる今日。え、雷もよく出てない。あ、じゃーんからのじゃーん、そしてじゃーん、ベロベティ。ベロベティ締めも多い気がするな。結構出た気がする。うんですね。キャラクター全然覚えられてないですよ私、実はこう見えて。本当にキャラクターの数多すぎて、今本当にやっとマニフォードのあの頂上、何あの戦争の見てるけど、あれもめちゃめちゃね、うわっいたいたみたいな、すっごいろ覚えで大変ですもん毎回。あー、あったなーこれみたいな。ちょこ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 覚えてるんですけど、そうそうなんだよ。 AKB より多い。うん、全然多いよ。あー、ニコロミかっこいい。じゃん、うわ、ルッチだ。ルッチね、なんかね、なんかもうなんだかんだかっこいいよね。なんかね、なんだかんだなんかやだけど、なんかもうそう、もうでもかっこいいよねってなっちゃうよね。そういうキャラです。わっ、クマ、ハック。この方もよくいらっしゃってますかね。あー毎回同じ反応してる気がする。ロー少年、そうロー少年ってめっちゃ言ってさ、あのね、あれだ、 YouTube の時も言ってたけど、なんでこのロー少年って言うんだろうと思ったら、めっちゃヒロアカ見てたから、あのなんかオールマイトの、オールマイトって緑谷少年とか爆豪少年って呼ぶんですよ。だから少年に対して少年って名前と少年ってつけるんですよ。それが映っちゃって、私もロー少年って言っちゃってたっていう話でした。坂月今一番ちょっともう嫌だよ。わモーリー、モーリーでした。はい、そう。はい、じゃーん、ホーキンス。なんか出だしホーキンス系も多い気がする。あー、ホーリーももう何枚来たことか。じゃー、多いですね。おなみ、おお、え、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。これ見たことないかな、ない気がする。ルフィだ、嬉しい。うむや、海賊が相手だ、いいですね。ありがとうございます、いいカードが出ました。私的に持ってないルフィのカード、まあ、もう全部嬉しいです。まあ、前回の誕生日の日に開けてたやつがとんでもないカードだったみたいで、あのあとマジでなんかずっとなんかニヤニヤしちゃって、もう寝る前まで本当にもう興奮してましたね、あれは。はいね、多いよね、チャルロス。チョパエモンもなんか結構多い。ソハチね、アエネル神様です。じゃん、からのエネル、おお、エネル、エネルだった。ふんふん、空島結構好きだな。そうそう、へっそ、くま、ガンマナイフ、ローが戦ってるの見たいな。トトさん、革命軍、ビビ
かわいいビビー、かわいい、終わりだビビー。え、待って、後ろにさ、え、かわいい、なんだっけ、カルーの後ろにもいるんだよ、あのあれだよね、いつもいつも見守ってる名前が出てこない、俺も名前が出てこないの、なんだっけなんだっけなんだっけ名前、一文字も出てこないけどね、戦い方がちょっと面白い。イガラム正解、イガラムよ正解です。あ、イガラム、はい、マリージョはジンベエ、うん、ふん、じゃん、革命軍で終わりですね。ほうほう、え、ゾロってカードになってるえ、ゾロってカード1枚ぐらいあるよね、きっと、この新時代の主役に。私さ、ゾロ引いたことある？ゾロ全然出なくない？気づいたけど、そうなんだよね、入ってるよね、本当に出てこないよね。え、そんなことある？1枚ぐらい絶対カードになってるよね。コネ吉は分かった、イワちゃんも分かった、そう、サンゴロウも割と出てくる。ゾロ十郎、私全然、え、出てきたことないかな、もしかして。ゾロ十郎、あ、ゾロ十郎って言ったっけな、5億で買うえー、5億で買うえーはいらんな、ムカつくな。お、革命軍、革命軍ですね、さっきの革命軍だった。えー、確かにゾロいない気がする、うん、ベラミーステンレス、トト、え、すごい、すごくね、こんなに一面なことあるってぐらい、こう一面シリーズ。お、ドフィー、じゃん、キャー、うわー、なんか嫌な、嫌なあれだ、嫌な2枚だな、これ、こんな続けて出ることある、これがすごくない？ドンキホーテすぎる、ドンキやん、ドンキ、ドンキドンキ、いやー、仲良く2人で出てきちゃって、そんなことあるのね、この並び、この連番ドンキホーテ連番、すごいね、なかなかランダムですから、この順番とかもさ、うん、チョッパエモン、コーニースあ、サボからのじゃん悟り、じわじわ悟り、じわじわ、チョッパエモンが一番多いんじゃないかな今回。いや、いい勝負してるよね。はい、あ、ドフラミンゴハック、ゾロ欲しいなーって思うけど、ゾロはレアなんだろうなー。お、ヒナでした。最後ゾロマジでいないじゃん、めっちゃレアなんだ、違う？結構どうなんやあと何パックって、これでこれのこれ入れて6パックですね。うん、マリージョは、おお、さっき見たよ、ジンベエ、うん、サボマジでちょっとなんかゾロ出てほしい気持ちしかないけど、どうしよう、なんでだ、こんなに出ないゾロも好きですけどね、
最近は確かにルフィが今確かにルフィですけど、ゾロも好きですけどね。かわいい。顔が強い。おー、ドレーク。ゾロおらんね。おらんです。もう見たことあるカードばっかだね。そうだね、新しいカード出るよね。あれ出ないっけ、なんか出てた気がし、そう、次のがまたあるんですよね。トリカゴハックベルじゃん。海軍キラー、キラーです。次は確かにゾロがパックだった。ゾロとサンジじゃなかった。今月の25ですか。なるほど。どうやって手に入れるの、あれは。手に入れ方もわからないし、そろそろまずカードもカード覚えろよ。覚えろよすぎるよね。ちょっと待って、本当にね、言い訳だね。結局そうなんだよね、さっき遊んでないなって。ドボンだよね、ドボンしかしてない。ドボンぐらい、ドボンは考えずにできるしね。新しいことを覚えられてないんだよね最近。うん、なんかみんな自慢してるやん、めちゃくちゃすごい、もう予約したとか、そういうね、早いのよみんな。じゃん、オウム。うわー無理、あと2しかないなんて無理、絶対ないじゃんけー。はい、一面ですね。いわちゃん、じゃん、一生。早いことですけど、あっという間に最後のカードとなりました。はい、発表します。もったいない、もったいないよ。じゃん、マジで多くない、ステンレス。マジで今回多い、この子、何この姿勢の良さも多いよ。この格好よく見たよ今日も、本当に一番多いんじゃない。ほとり、悟りとほとりの違いよく分かってないよもう。ありがとう。じゃん。あー、こうなんかあんまり見てない。あ、でもや、見たことあるな。トンタッタとみんなね。トンタッタ、かわいい。かわいいけどね。じゃん、最後、ドンカードかーい。ドンカード、まあルフィですけども。なるほど。最後、ドンかい。ドンかい、まあドンでいいけどね。ルフィだからいいよ。許す。お、あ、ゾロ十郎引いてたのか、私。ナルタオで引いてたのか。でも、2枚目を引いてないってことだよね。あの、多分、あれっきりー。これっきりー。サステイナブルですね。なるほど、悲しいで ございます。え、ちょっと待って、一番多かったの何だと思う。ちょっとこれね、今やってたら大変なことになりそうだな。明らか多かっただろうってやつをちょっと今ピックアップしてみます。予想数えてないよねみんな。ステンレスが多いと思う。今日はステンレスだと思う。ちょっとこれいつもやってみようと思ってたんだよね。ちょっとそうでもなかったのはちょっととりあえず置いといて、ステンレスマジなんかもうタイミング的には頻度かなり高かったですよね。うん、なんかめっちゃ出た気がしたんだけど、5枚ぐらい出てきたんじゃないってぐらい。ああ、まあなんか姿勢いいしね。
すごい枚数、毎回終わった後に実はこれをこうやって枚数を、同じカードを揃えてみたいなくだりをやるんですけど、モーリーも多かったけどね、そうチョパエモンも多いんだよね実は。ほうほう、あ、でも意外と同じぐらいかもな、同じぐらいな気がしてきた。あ、チョパエモン説あるぞ、チョパエモン説あるかも、チョパエモン多かったもんな今回も、めっちゃカード持ってるんだよな本当に。楽しいねこれ、覚えたらめっちゃ楽しいよ絶対。早く覚えなよ、やるやるって言って私どのぐらいでやってるんだろう。このこういう事案多いな本当、やりますやりますってダメですね。あでも意外と、はい、とりあえずあのざっくり数えましたところ、1位が2つでしたね。皆さんがご存知、結構予想で一番多かったんじゃないかな。はい、4ステンレスです。4ステンレスでした。すごい。すごいね。4ステンレスです。くどいですね。4枚並ぶとくどいです。この立ち姿勢がちょっと異様にくどいです。ありがとうございます。そして同じく4枚、こちらはチョパエモンです。これはもう何枚でも眺めてられるくらいのキュートさがありますね。可愛らしいでございます。何枚あっても可愛いですね。可愛い、いいね、可愛い、可愛い、さすがですね、やっぱ強いですね、チョッパー強いです。やっぱ可愛いって、可愛いもん見てられる。ごめん、見てられないわけじゃないんだけど、ごめんね、ステンレスごめんね。でもしょうがない、チョッパーだもん相手は、そらーねー、チョッパーだもんね、チョッパーはもうみんな好きですから。意外と多かったのがちょっとベラミー、ちょっと待って、もう一枚あったんだよな。ベラミーとチャルロッセが同じぐらいでした。意外とベラミー今日なんかあんま触れなかったけど、確かにベラミーもよく出るんですよね私。サンベラミー、サンベラじゃん、うーん、とっても嫌な、ごくでかい絵の人ですね本当に。見てください、この分かりやすく憎たらしい表情、素晴らしい表情管理ですね、これはとても憎たらしい表情です。チャルロッセです、はい、本当に嫌だな、本当に嫌だ、もう終わり。視聴率下がりそうな。本当にもう、で結構多かったよねって思ってたけど、なんか2枚くらいしか意外となかったのが、今日はそんなに出てないけど、やっぱりよく出るこのスペーシー注意、これよく見ますよね、よく見ません私のね。あとまあ迫力あるから頭に残るのか分かんないけど、ノラも結構今回は2枚でしたね。意外と出てるんじゃないかなっていうステリーも、まあ、今回は2枚でしたね。あとは命がもったいない、これも結構出ますね。こちらは2枚でした。ちょっと他にも2枚とかあるカードはあったけど、よく出るよなっていうのをちょっと今ピックアップしてみました。
はい、改めて一番多いカードちょっと探しとこう。あれなんだったっけ、私ガイモンじゃなかったっけな。でも変わってそうだな、これが来たことによって。うん、どうだろう、チェックしてみたいと思います。はい、ってことでもう12時ですか。ぼちぼち、ずっとカード開けるで今日も終わっちゃったんですけどね。あっという間ですね、今日が終わるのも。うん、あっという間なんですけれども、カラオケしたかったです。ってことはさ、あの配信部屋のあのマイクも使えないんじゃない？ヘッドがさ、あのタイプだった。ってことはそれからの変換のやつを買った方がいいのか。あ、それからの変換のやつを買えばいいんだ。変換アダプターを買えばいいのか、やっぱ。なるほどですね。ねえ、次はカラオケ配信ってなるとちょっと手に入れてからになるので、またいつかわかんないんですけどはい、また配信したいと思います。はい、お楽しみに。そして私は僕体やんなきゃな、僕体も練習しなきゃでした。やります。今日 YouTube も投稿しましたので、ぜひ見てください。見てくれたら喜びます。そう、あれは今回は、そうそうそう、裏側ですね、生写撮影の裏側です。これはあれですね、 YouTube 見てねそう、多分ね、情報出てるって感じだよね。何ですか、多分まだ発売されてない生写真、今後発売されるであろう生写真も写ってるので、大丈夫、ちゃんと許可取りしてちゃんと許可取りして、はい、撮ってますんで。はい、情報漏洩してるわけじゃないです、ナルタを。はい、ちゃんと許可取りしてます、それはそう。はい、なのでぜひ見てくれると。ナルトリークではないよ、ないよ、大丈夫。はい、ぜひ見てくださいと。そう、ちょうど編集してたから次も編集します。またなんだっけ、あれだ、こないだの関西を編集しようと思って、関西の写真をだから1枚も載せてなくて今んとこ載せようと思ってもなんかめちゃ迷っちゃって、その編集してからにしようかなとか思いながら。でもそんなに今回あんまり旅行というよりもどっちかっていうとね、ワンピって感じなんで関西旅行なのかよくわかんない旅行をしてますね。はい、今回はちょっとなんか割と、もっと楽しい過ごし方あったかもしれないと思いながら関西をで過ごしましたいやでも楽しかったからいいんですけど、なんか新しい旅の仕方でしたね。多分オリジナリティ溢れた旅をしたので、そうそうそう、まあその編集をちゃっとやっちゃおうかなと思います。とりあえず今日投稿したのを見てくれると喜びます。編集したんです、私が編集しました。はい、さあということでランキングを読みますね。いいかな、読んで、もうそういう時間よね。13位プチコ、12位ゆか、トマグ、レナパ、見てきた、世界一可愛かった、ありがとう。そう、映画ガールズドライブも昨日から公開しております、皆さんぜひ劇場で11位あゆ、アトマーク、ゾロのバースデー、ハッピーバースデーゾロ、ゾロ10位香港の春馬、
ありがとう。9位一途のくらぐり、とにかくめっちゃ一途です。噛んじゃった。ありがとう。8位、ヒデアットマークグリとくらたんおし、遅くなりましたがお誕生日おめでとう。遅いよ。7位、わたりでいいのかな、わたりアットマークあずきさん。6位、 TK トンからアットマークタイカプンカー。4位、ケンケンアットマーク違う、5位だ、5位、ほのかアットマーク髪色かわいいかな、ありがとう。ピンク嬉しい。4位、ケンケンアットマークそろそろクリスマスツリー準備しよう。なるちゃんはないですね、クリスマスツリー。あ、ちっちゃいのならある、あるある。3位、パンアットマーク熊本行きます。お、待ってる、まだ発売されてないのかな。2位、サイバーアットマークお疲れなパ、あ、なんか可愛いね、お疲れなパ。ありがとう。1位、えりかちゃん結婚式参列して靴ずれ4箇所いい、痛そう、やばいね、頑張ってね、お風呂染みるやつだ絶対、気をつけて。あ、もうあと1分切ったって、ありがとうございました。今日もちょっと後半カードになってしまいましたけど、ありがとうございました。はい、また明日も頑張ります。みんなもまたね、ありがとう、バイバイ、お疲れ様でした、よく寝ましょう、寝ます、バイバーイ。